皆さん、こんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディーです。今回は、ベトナム語における、できる、について、一緒に考えていきたいと思っています。さて、早速ですが、この4つのベトナム語の文章はすべて、私は、英語を話すことができると訳せるのですが、それぞれに、微妙なニュアンスの違いがあります。お分かりになりますかお分かりにならない方も、ご安心ください。 このビデオ教材を見終わる頃には必ずこれらのニュアンスの違いを説明できるようになります。それではそれぞれのニュアンスについて一緒に考察していくことにしましょう。まず最初はビエットプラス動詞のできるです。この表現には学習や練習を通してマスターしたからできるというニュアンスがあります。使用例としては料理ができる、ギターができる、車の運転ができるなどです。 それでは、ビエットプラス動詞を使った例文をいくつか見てみましょう。トムが英語を話せるとは知らなかったよ。次の例文です。Tôi cần một Tôi cần một trợ lý biết nói tiếng Anh. Tôi, cần tiếng đó đó. tôi không biết đọc tiếng Pháp, cũng chẳng biết nói tiếng Pháp. Tôi không biết đọc tiếng Pháp, cũng chẳng biết nói tiếng Pháp. Tôi không biết đọc tiếng Pháp, cũng chẳng biết nói tiếng Pháp. フランス語を読めないし、ままた話すこともできません。次は、肯定プラス同士のできるです。この表現には、条件、状況、都合が合えば、いつでもできるというニュアンスがあります。一般的、できるを表現する場合に、この形がよく使用されます。使用例としては、今夜、料理できますか今、ギターが弾けますか今日、運転ができますよ。などです。 ちょっと、条件がプラスされていますよね。それでは、肯定プラス動詞を使った例文をいくつか見てみましょう。あなたは英語を話せますか次の例文です。 Tôi không nghĩ cô ấy có thể nói tiếng Pháp. Tôi tiếng Pháp. ra anh ấy còn có thể nói tiếng Việt đấy ngoài tiếng Pháp. ra anh ấy còn có thể nói tiếng Việt đấy ngoài tiếng Pháp. ra anh ấy còn có thể nói tiếng Việt đấy フランス語以外に... 彼はベトナム語も話せるんですよ3つ目は動詞プラスドゥオックの「できる」ですこの表現は〜何々しえると直訳できますニュアンスとしては能力や用途があることを示します一般的「できる」にも使えますこの点では肯定と同じように使用できますこの表現では能力用途を表す使用例を見てみましょう食べれる 食用であるや、飲める、飲用であるなどを表現するときにこの表現を利用できます。それでは、動詞プラスドゥオックを使った例文をいくつか見てみましょう。私は、イタリア語は話せません。次の例文です。Một số một số vẹt nói được tiếng người, một số vẹt nói được tiếng người. ひんげのこどもはなぜおもいます。次の例文です。đã lớn lên ở Nhật nên chị ấy không nói được tiếng Việt. đã lớn lên ở Nhật nên chị ấy không nói được tiếng Việt. đã lớn lên ở Nhật nên chị ấy, nên chị ấy không nói được tiếng Việt. 彼女は日本でで育ったのでベトナム語が話せませまん最後はブオックプラス動詞のできるです。この表現には恩恵を得たのでできる。機械や許可を得たのでできるというニュアンスがあります。使用例としてはお会いできて嬉しい。お話できて嬉しい。許可されたので遊びに行けるなどです。それではブオックプラス動詞を使った例文をいくつか見てみましょう。 rất vui được gặp bạn rất vui được gặp bạn rất vui được gặp bạn dekite, desu. nhờ có bố mẹ mà tôi được đi du học ở Mỹ nhờ có bố mẹ mà tôi được đi du học ở Mỹ nhờ có bố mẹ mà tôi được đi du học ở Mỹ 両親のおかげで私はアメリカに留学することができました次の例文です。quyền、 ヒトラーが政権を握って以降、ポーランド語を話せなくなりました。ポーランド語を話すことは、もはや許されなくなりました。ここまで4つの表現を、例文を見ながら考察してきましたが、いかがでしたでしょうか。ここで、再度、この4つの表現の関係性を俯瞰して、確認してみましょう。一般的な、できるを表現する場合、通常、肯定プラス動詞の形が、よく利用されます。 これと同じように、動詞プラスドゥオックも利用されます。なので、日常会話においては、この二つの表現はほぼ同じ意味で使うことができます。もちろんその根底には微妙な違いはあるのですが、普段あまりその部分はそんなに意識されません。これ以外に、物事をマスターしたからこそできるを意味するビエットプラス動詞の表現と、機械や許可が与えられているからできるを意味するドゥオックプラス動詞の形があります。 これらの点をもう一つの図解を使って念のため再確認しておきましょう。条件があることを匂わす工程プラス動詞があります。次に能力を表すことを匂わす動詞プラスドゥオックがあります。この二つの表現はほぼ同じ意味を表し、一般的にできるを表現するときに多用されます。 この二つ以外に、物事をマスターしたからできるノビエットプラス同士の表現と、機械や許可があるからできることを表すドックプラス同士の形があります。各種状況に応じて、多少の使い分けは必要になりますが、ざっくり日本語に訳すと、すべて、できると訳すことができます。いかがですかここまでの説明は、ご納得いただけましたでしょうかさて、ここで、 ほぼ同じように使用されると説明した皇帝プラス動詞と動詞プラスドロックの関係を次に例文付きでご紹介します。ここに5つの文章があります。まずはよくご確認ください。皇帝やドロックの位置がちょっとずつ異なっていますよね。でも実はこの5つの文章は全て同じ意味だと思っても構いません。 もちろん、表現自体が全く同じではないので、完全に一緒とは言えないかもしれませんが、いろいろなテキストや、ベトナム人ネイティブの説明によると、ほぼ同じと捉えて構わないようです。意味はもちろん、私は英語を話せますです。これで、今回のビデオでの説明は以上になります。それでは、番組を締める前に、最初の質問を再度見てみましょう。さあ、今、この文章を見てみてどうでしょうか。 改めて私から説明はしませんが、今はもう、この4つのできるの違いをちゃんと説明できるのではないでしょうか。それでは、次回の番組で、またお会いしましょう。いいね、および、チャンネル登録もよろしくお願いします。トニーダンディーがお送りしました。